この番組は全5週にわたり長崎県内の高等学校を紹介していきます。校訓はですね、愛情、勤勉、英知とこういうことで、教育を行っております。愛情豊かで勤勉さも備えながらですね、時代にふさわしい女性の育成を目指すというようなことで121年間教育を貫いております。本校の思考力については社会に出た時に必要な知識や生徒が多角的にかつ柔軟に考える力を養っています。授業の中では生徒たちとのやり取りを大切にし、生徒一人一人の個性や感性を見極めたきめ細やかな指導体制を整えています。本校の教育で培われる想像力とは、私たちの生活に欠かせない衣食住について総合的に学び、家庭生活に彩りを与えることで人生を創造していくという力のことです。日本文化、華道、騒動、そして茶道をやっておりますけれども、私は華道を担当しております。で、華道っていうのはもともとはですね、室町時代から始まったものですけど、今教えてる小原流っていうのは明治に始まりました。で、どちらかというとすごく前衛的なお花なんですけれども、基本をしっかり押さえることによって自由表現って言って、もう自由に表現するという方法もあります。そこからどう自分を表現していくかということについて考えさせています。目標に対する意識が変わりました。私はクラシックバレエを習ってるので、そういうバレエをできるところに行きたいなっていう目標ができました。この番組はモダンプロジェの提供でお送りしました。